こいつらの攻撃を針に対し一点集中させるしかない。敵の動きを完全にコントロールすることはできない。ランダムな要素の中で最適な乱数を引く。それもゲーマーの資質。針の攻撃を避け着地。他のサソリの攻撃をギリギリまで引きつける。いける。このパターンならチャンスはこの一度きり。エンタートラベル。そしてすぐさま現実空間へ。完璧な位置関係。最高だぜ乱数の女神よ。針がこれだけ破損した今なら、グロイングピアス、砕けろ。よっしゃ、どうだ。俺にかかればこの程度余裕なんだよ。もらったぞレアドロップ。一度入手さえしてしまえば、この後瞬殺されても素材を持って帰ることができ。あれ、ちょっと、あれ、思ったより距離あるな。え、嘘でしょ。あとわずか。ほんの少し飛ぶ角度がずれていれば掴めたのに。おーい、聞こえてますか、乱数の女神様。なんでこんな意地悪するんですかね。大丈夫ですわ、サンラクさん。さっきから全然動かないし、なんだか震えてますわ。サソリの針は破壊可能で入手不可能ではないと、それが分かっただけでも収穫だよな。十分だよ。そんなわけあるか。手に入れなきゃ意味ねえんだよ。何が乱数の女神だ、クソじゃねえか。あと一歩届かないってのが一番メンタルに来るんだよ。つうか、あのサソリミキサーに巻き込まれて、なんでこの業種の帳面は破損していないんですかね。奇跡か、そんなところで奇跡的な乱数引きやがって。余計ムカつくわー。